ゴビベナトルはトロードン科の獣脚類恐竜の絶滅属の一つである。化石はモンゴル国ゴビ砂漠中部ジャドフタ層のンパにアンの地層から発見されている。ゴビベナトル属には現在のところゴビベネーターマンゴリーンスス一種のみが含まれる。G マンゴリーンススは一個体の標本のみが知られているが、この標本は現在知られている白紀後期のトロードン科の ものとしては、最も完全な骨格であるゴビベナトル属及び、タイプ主人マンゴーリンススは、最初2014年に、対比事公、渡る、リンチェンバルスボルド、渡辺正と、ヒシグジャフッツクトバートル、トサーグトバターチンゾアリグ、藤山カジン及び鈴木シゲルにより命名、記載された。属名は、発見地であるゴビ砂漠とラテン語で、カリウドを意味する、ベナターから造語されている。 種商名は、モンゴルとラテン語で、から、を意味する、ラテン語の設備語エンススで造語され、モンゴル国で出土したことを意味している。現在のところ唯一の標本でもある、ホロタイプ m p c d 1 0 8は、頭骨を含む完全に近い間接した骨格アであり、モンゴル、ウランバートルのモンゴル科学アカデミー、古生物学研究センターに収蔵されている。MPCD100 86の頭骨は、噴部の先端が欠けているものの、ほとんど歪んでおらず良い保存状態である。一方それ以外の部分では、中ほどの頸椎、前肢の肘から先、後肢の骨の一部、ガストラリアの大部分が失われているもの良好な保存状態である。この標本は、日本もオンゴル共同調査隊により発見され、現在知られている限りでは、 最も完全な白亜紀後機のトロオドン科の標本である。発見地はゴビ砂漠中央部にあるジャドフタ層のザミンホンド地区の白亜紀後機カンパニアンの地層から発見された。ゴビベナトルは小型で鳥に似た華奢なマニラプトル類であるトロオドン科に属している。トロオドン科の種ではすべて下顎の葉が密に詰まり葉の数が多いなど頭部に独特の特徴がある。 トロードンカは、釜状の鍵爪やラプトルのような手を持ち、一人恐竜では、脳化指数が最高であった。これは、鋭い感覚を持ち、高度な行動を行っていたことを意味する。ゴビベナトルには二つの固有派生形質があり、他のすべての基地のトロードンカの属特別される。一つは、頭頂骨が尖った前端で融合していることで、 もう一つは、下顎の上角骨にある五条角骨甲の前にかがあることである。さらにもう二つ、固有派生形質の可能性がある特徴がある。一つは、五眼下骨の分岐部が細くことで、もう一つは、地道指の上部が細長いことである。全長は約160センチメートルで、サウロルに問いですと、同程度の大きさである。頭骨の保存状態が良く、 上顎骨窓が細長いことと上眼科突起より、はるかに長い涙骨の前の突起があるのが見て取れる。これらは、トロードン科に特有の特徴である。コビベナトルからは、トロードン科ではあまりわかっていない解剖学上の特徴についての詳細な情報が得られている。例えば、郊外の構造からは、 ドロマイオサウルス科やアルカイオプテリクスのような原始的な鳥類にとても近現であることが指示される。翼と効外の構造が縮小していくとともに、郊外の翼上骨がより細長くなり、規模が微洗えのものに近づいているように見える。コビベナトルの頭骨は、可動性ではないものの、上翼上骨が消失し、口外骨の間の接触面積が減少するなど、後に進化した鳥類の頭蓋 キネススに必須の要素をすでに持っていた。ツイヒジエトールでは GAO エトールと一部改変したシューエトールをデータマトリクスとして使用した系統解析によりゴビベナトルの系統上の位置付け行われた。結果として363の形質に基づく91のコエルロサウルス類と外群のマトリクスを得た。ゴビベナトルは派生的なトロドン化であり、 モンゴルのサウロルニトイデスやザナバザル、北アメリカのトロードンといった白亜紀後期のトロードン化の種にかなり近縁であるという位置関係が示された。下記に示すクラドグラムは、この解析により示されたトロードン化におけるゴビベナトルの系統上の位置を示したものである。ありがとうございます。